Hey guys, welcome to my channel. 今回は筆の紹介です。いつもね、愛用しているこのダヴィンチマエストロっていうのを今回は紹介したいと思います。基本は水彩用の筆になるのかな。それをペイント用に使ってます。結構海外の方とかもね、愛用している筆になります。で、これはシリーズの10番っていうやつで、11番になるとイングリッシュボディっていうこの穂の真ん中がもっと太いタイプになるので、ちょっとそっちはねまだ持ってないんでお見せすることができないんですけど、まあ機会があったら買って比較をねしてみたいかなと思ってはいます。いつになるかは分かんない。これね今2号から00号まで持ってるんですけど、筆の太さはこんな感じですね。はい、手と比較してちょっと分かりづらいとは思うんだけど、こんな感じの太さ。まあ基本的に多分この00と1はいらないかもしれないですね。太さ的に1と0がそんなに大きく変わらないんですよね、その使ってる使用感からすると。なのでまあ2と0を買っておけばとりあえずは OK かなと思います。これ自体はね、使ってみてっていうところがあるので、まあ、とりあえず全部1本買って使いやすいサイズ感でいいと思うんですけど、まあ、20、最悪というか、フェイスペイントとか、目のペイント用に00号があったらいいかなっていうぐらいですね。1号は、まあ別にいらんかなって思う。2号でね、ベースペイントも、レイヤリングも何でもこなせるので、まあ、基本2号を使ってちょっと細かいところを0号で、もっと細かいところのハイライトとかフェイスペイント目の部分とかを00で仕上げるっていうぐらいでちょうどいいかなと思います。筆の感触なんですけど、筆のね穂の硬さはまあ上中下というか、弱い普通強いっていう感覚でいくとまあ普通っていう感じですね。ナイロン筆よりはもちろん柔らかく、シタデルの筆よりはもうちょっと柔らかいかなって感じで、ウィンズ&ニュートンよりは若干硬いっていう感じで、まあ至って普通の硬さ、穂のしなり具合ですね。なので結構書きやすいです。筆自体ほんとおすすめの筆。ウィンズ&ニュートンはねすごい柔らかいんですよね。これね、ウィンズ&ニュートンは太くてそして柔らかい、なので書いてる感じがほぼない。まあこれはこれでいいと思うんですけど、ちょっと書き心地が欲しいとか感触がね欲しいなって方はダヴィンチマエストロをすごくいいと思います。お値段としてはちょっと細かい数字忘れちゃったんですけど、まあまあお高めですね。でただシタデルの筆を何本も買って使うよりは明らかにコスパがいいので、まあよかったら試しに1本ずつ買ってみて、実際にね使ってみてほしいです。今これ買ってだいたいもう1年経たないかな、まだ9ヶ月ぐらいかな、1本ずつしか使ってないんですけど、9ヶ月経ってまだこの綺麗さなので、そこそこね耐久力はあります。まあ余裕で1年は使えると思います。乱暴に使わなければの話ですが、はい、という感じでね今回は簡単な紹介になります。今までのペイント動画の中でも結構使ってるので、まあ、よかったらねちょっと探してみてください。どの動画で使ったかは正直覚えてないです。はい、という感じでね今回はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回は腕の紹介でございました。またお会いしましょう。バイバイ。